服を変えていないんですが、なんでか。こんばんは。あ、私の通知が来た。こんばんは。うおー、すごい星がいっぱい。星、ありがとうございます。キラキラ。透明感、嘘。今日めっちゃメイク濃くないですか。こんばんは。目かな。めっちゃケバい。でも変えてないんです、いつもと。なんでだろう。いつもより白い、やっぱ。アイスありがとうが聞きないね。あれ、なんか目がすごくないですか。あー、皆さん、なんだっけ、お守りありがとうございます。お守り、できる限りの応援させていただきます。ありがとう。明日のシドリップ楽しみ。お、いいね。お守り、かわいい。わ、スカパラダさん、あれは AKB さんかしら。ありがとうございます。わ、ゆうき総長さん、きよ兄さん、お守りありがとうございます。かわいい、お守り、かわいい。ステージメイクのまま、ステージ立ってないです今日。なんか顔が濃かったのかなって思いますが、頑張りましょう。総選挙ありがとう。セリアさん、ヨタミーさん、キヨ兄さん、ナオヤさん、タニュリップスさん、ソウさん、お守りありがとうございます。お守りね、出てこ、お守りって。 Thank you。 うん、ソリオさん、お守りありがとうございます。お腹すいたね、ちょっと道用にためめくった星全部送った、嬉しい、お疲れ様です、ありがとう。あ、こっちの携帯でさ、星99個全部色溜まってるからさ、自分に投げていいんですかねこれいいのかな。なんかツイッターとかフェイスブックとかに連携してないとあのポイントにならないらしいので、ぜひ、すみません、もしよろしければお願いします。ゆうとさん、ソリオさん、イシケンマシンさん、お守りありがとうございます。船って何ですか。船、明日ね。あ、そっか、自分が連携してなきゃダメじゃん。ほんまよ、 STU48 メンバーに連携していいかなうん、チャーミーさん、小判ありがとうございます。小判じゃない、なんだっけ、なんだっけこれ、お守りありがとうございます。うん、仕組みがわからないけど、うん、あと お守りと星でとコメントもね、あのポイントになるので、ぜひお願いしますモバイル票めっちゃたくさんの人に協力してもらうよ。本当ですか、ありがとう。それ STU48 のねアプリができたんですって、ですって。ヤギさん、庄司さん、ネルドンさん、マサルさん、ヤギさん、ネルトンさん、タレゾウさん、カイト
すごい金色カイト君、ありがとうございます。マールさんありがとう。明日ね、そう今日メールじゃないわ、メイクすごいよね、変えてないんですよ。でも撮ってありがとう。そうコメントもね、50コメントまでならなるらしい。春巻さん、ジャーミーさんありがとう、ゆうきそうちゅうさん、たくさん、いつもの村だよりと何が違うの。村だより間違えた、メイクがなんかいつもと違いません？髪はねくねくねしちゃった、こうくねくねした、ちょっと服もね新しいやつなんです、これねちょっとねちゃんと見たら可愛いんですけどね。ゆうさん、ダメださん、しょうじさん、きこりさんありがとう、たくさん、ジャミーさんありがとうございます。皆さん大人っぽい、お大人っぽいコメント、一文字50カウント完了、 ありがとう。そうなんか50コメントもできないぜって思う方はその1から50までコメントをねしてくださったら、あのコメントじゃないや、1から50までカウントしてくださったらね、ここに出ずにね、でもそのコメント50個のことと同じになるんですよ。だからコメントはあって方はぜひカウントお願いします。下校中な、お疲れい、好きやぞ、 Thank you、50カウント完了、おーありがとう、今日いつもより可愛い、本当完了した、ありがとう。今日メイク濃くない？いつもあんま投げない赤色の星投げてるなんで赤色投げないの。今日誕生日、おテクノブレイクさん、いきまーす、よっよいしょ、テクノブレイクさんおめでとう、イエイエイエイ、おめでとうございます。うん、きこりさんもひろくさん、お守りありがとうございます、おめでとろー。今日の雰囲気めっちゃ好き、嘘、今日はさなんて言えばいいんだろう、大人っぽい、んー、なんかさなんだろう、なんかどっちかといえばゴスロリって感じ。結婚記念日、おめでとう、清楚、ほんと清楚、今日はなんかキモいねって言われるかと思った。ペルーサさん、キコリさんありがとうございます、お守り。ベンゾーさんありがとうございます、お守り、いい感じ、うん、服と髪のマッチングがいい、本当？キモくない、黒いコーデ好き、ありがとう。ケイチさん、桃太郎さん、コウガさんありがとう。最近なぜかめちゃくちゃ気になってますなぜかなぜかって、 Thank you、 また来てくれよ、お守りしかないの。なんで今ショールームイベント中だから。千穂ちゃんに見える、本当？そんな千穂ちゃんに見えるって言ったら、私今日めっこいいこいいって言ってるから、濃くすれば千穂ちゃんに近づけるということか。紫ありがとう、可愛い、とても、嬉しい、こんばんは。髪の毛多いね、そうかな、くねくねしてるから。4950、ん、今日目がでかくない？村でよりあんまり変身できなくて、うん、いつかしてね。船の名前何する？そう、船の名前をちょっとね考えてみたんです。私、皆さんは
タムダさん、ゆうちゃん、まーちゃん、ありがとうございます。お、守り、またリピしに来ちゃいました。 Thank you。 タニアリップスさん、ダムダさん、お守りありがとう。目が大きくて可愛い。やっぱ今日目でかいよな。清楚、本当？そうだよ。船の名前は明日までなんです。明日までなので船の名前ちょっと今日考えてみました。じゃじゃじゃーん。ちょっと待って、もうちょっとデコってから見せたい。でも目でかくないね。そんなに？ハロー。まだ出してないよ。あ、しくった。今日メール10通送りました。ホタテサマーさん、お守りありがとう。ちょっと待って、今日いつもより目がでかい気がする。かわいい。ちょっとね、仕込みしてたらね時間になっちゃってね、完成してから始めたかったけどね、遅れたくなかったからね。そう、ごめんよ。何がでかいん？目。昨日トラブさんに送った道のビデオめっちゃ面白かった。ほんと？じゃじゃじゃん。はい、それでは、皆さんはもう、皆さんはもうあの船の名前応募してくださいましたか？あら、してない。なんででしょう。そうですね、じゃあ私がちょっと考えてきたので皆さん一緒にこの時間で考えていきましょうね。はい、いきます。じゃじゃじゃーん。船の名前を考えよう。まだ言ってないから。はい、あ、ちょっと透けてますね。その船の名前を皆さんから募集するっていうあの発表があった公演の次の日ぐらいかなぐらいに、あのね、ファンの方にあのファンの方から来たコメントですごいいいなって思ったのがこれ、たなきくまる。すごいすごい発想ですよねこれ。いやでも広島限定かなってちょっと思っちゃうんですけど、じゃこれは広島限定になっちゃうかなって思っちゃうんですけど、たなきくまるはすごい発想だと思う。あのね、カープ、広島東洋カープの選手に田中選手、菊池選手、丸選手っていう選手がいるんですけど、いつもその3人がねあの登板3連チャンで、そう、しかも同い年でこういうほん、田中菊丸はよく聞いたことあるかな。田中菊丸って最近田中選手も加わってね、田中菊丸になったんですよ。そう、その船の名前って丸が最後につくからすごいなって思ってそれを考えた方。これはまあ私のあれじゃないので、私のこれじゃないので、ちょっとあのすごいすごいでしょ、今村からのすごいでしょなんですけど、これで私が考えたの1つ目、まあ2つしか考えてないんですけど、1つはまん丸、私の顔がまん丸なので丸顔なのでまん丸、やっぱあれですし、船の名前の最後には丸ってつけたくなりますよね。そう、まあ、まん丸はあのかわいいかわいい感じなんですけど、まあでもこれじゃあちょっとなんかいや、そんな名前にするってなっちゃうから、ちょっとねあの STU にもいい感じのあのいいのを考えついたんで
いきます。ティティティ、じゃーん、 STU48 ハマる、これすごい良くない？どう？波、波っていうのもいいじゃないですか。瀬戸内には海がいっぱいあるから、ん、瀬戸内海の、あの波っていう意味で波と、でもね、ここを瀬戸内にするか STU48 にするか迷ったんですよ。劇場に来たらなんかハマってもらえるかなっていう感じで、でも漢字は当て字で歯を波にしてハマる。瀬戸内の方がいいかな、どっちかはちょっとね、あのどっちかは自分で決められなかったんですけど、そう、長いんですよ、波丸って読まれそう。そうなんだよ。でもね、 STU48 ハマる、よくない？ダサいあ、やっぱ多分ね、瀬戸内ハマるにしたらね、かっこいいと思う、多分。めっちゃかっこいい。こりゃめっちゃかっこいい。私はちょっと丸縛りしかね、船といえばね、この、ま、漢字の丸っていう感じだと思ってた。ほら、あ、瀬戸内ハマる、かっこよくないですか？瀬戸内ハマル、瀬戸ハマル、あ、いいね、瀬戸ハマル、いいね、瀬戸ハマルにしようや。ちょっと書いてみよう。じゃーん、瀬戸ハマル、いいね、え、めっちゃ良くない？ちょっと自分送ろう、応募してないまだ、ちょっと相談、皆さんに相談してから送ろうかなって思ったから、じゃあ私は瀬戸ハマルで送りますね。え、だったらどうしようなんか理由とか書くところあるのかな。くない、これ、ちょっとハマる、ちょっと私が考えたよっていうあの証拠を残す。はい、それではあの STU48 の船の名前、5月25日、明日の23時59分までなので、皆さんぜひ応募してみてください。もしかしたらあなたの案が採用されるかも。ねえ、こんな、ねえ、だってねえ、 STU48 のさ、 STU48 の歴史にさ、多分名前なんて1回しかね、かないだでしょうから、スーモさん、スーさんさん、カズチンさん、スーさんさん、スーモさん、心のオアシスさん、なんだっけ、お守り、ありがとうございます、チャーミーさん、ありがとう、瀬戸内にハマる、美和さん、お守りありがとう。いや、いいね、瀬戸ハマる、めっちゃいい。うん、いいのをもらったね。
遅くなった、持ってる星全部見ちゃいなきゃ、ありがとう。今日のメイクいい、ほんと。うん、星全部投げる、ありがとう。有機総長さん、つもさん、おお、守り、ありがとうございます。船を船を船配信終わり、何にしようかな。うん、ほら待ってます。じゃーん、あ、そう、 ST48 のメールアプリね、初見なんですけど。涙袋かわいい、ありがとう。ちょっとラメつけてますね。ひこりさん、チャーミーさん、お守りありがとう。これお守りってさ、あの星みたいなポンポンポンですよね。って返事が来て、うん、公約は、公約は初めて来ました、ありがとうございます、ぜひフォローをお願いします。公約は八朔大福のテーマソングを作って、作詞作曲して、あの八朔大福の元祖の因島のお店にあの楽曲を持って行って、あのどうですかって言って、あの店のお店の前で歌わせていただく。弾き語り、ユースさん、ショウさん、お守りありがとうございます。八朔大福はね、あのね、牛皮って言うんだっけな、あのお餅の皮の中に白あんと八朔っていうあの柑橘系の果物が入ってる、あのあの大福です。めっちゃ美味しい。私のあの瀬戸内でおすすめのものの中のやつ。ひこりさん、しょうさん、お守りありがとうございます。そう、私が弾き語り頑張るで店側に採用されるの、私がいい曲を作ったら採用されるのかしらとは思いますけど。チャーミーさん、ゆーちゃん、スカパラダさん、お守りありがとう。食いたい、食べたいでしょ、八朔大福一回ハマるとね、美味しいね、いいんですよ。今村、そうです、瀬戸内名物、そう、広島名物かな。なんかね、私がね小学生の頃にね、あた、はじ、ん小学生の頃にあの初めて食べたんですよ、私。そうで、めっちゃ感動して、美味しさに。そう、それだけど、あの私の小学生時代は因島にしか売ってなかったんですよ。因島、あの因島の大福だから、因島にしか売ってなくて、でもなんか最近はなんか人気が出てね、なんていうの、店舗拡大っていうかなんかこう広まって、あのなんだっけ、あの広島駅とかでも売られてるからね。因島なら八朔ゼリーもあるね。そうなんですよね、給食に出てた。うそー、いいなー、いいな、そんな学校。チャーミーさん、お守りありがとうございます。でもね、あのね、
リちゃんの公約見た見た、なんだったっけ、めっちゃ面白かった、あーちゃんも面白かった。あのね、あの東京でもご購入できますね、八朔大福。そう、あのタウっていうね、東京のアンテナショップがあるんです、広島のアンテナショップ。そうそうそう、そう、東京しかわかんないな、福岡大阪どうだろう、タウっていうね。マリナちゃん一日中前を向く、ふーちゃんのフォークリット、私も分かんなかった。チャーミーさんだるまじゃない、ああお守りありがとうございます。握手会でポップコーンになる、ああそれか、何時までやる、ね、決めてないですね。12時までしようかしら。マリナちゃん1日限定なのかな、確かに。フォークリフト、なんでだろう、すごい、八朔大福だよ。りょうすけさんお守りありがとうございます。チャーミーさんお守りありがとうございます。うん、声が甘い、嘘、声が甘い。でもね、こうやって喋るとさ、自分でさ脳にさなんか反響するじゃないですか。そのなんか自分が脳に反響してるやつと、なんか後から自分の後から見た自分のショールームのね声がね全然違った。なんかね3割ぐらいね、あの携帯通したらね声が高く聞こえる、反響してるから低く聞こえるんですかね。なんかあれよな、そうそうそう、録音して聞いたらなんなんかねあれ、うん全然違う、変な音だった。そうなの、今日たまたま七並べで戦えたから初めて、お、そう今日七並べいっぱいしたんです、ありがとう。あのね、お風呂のね、私のここ私の部屋なんですけど、あのねここ2階なんですけどね、1階がねあのわん私の部屋の下がねお風呂場なんですよ。でお風呂に入った後にね、あのねあの乾燥をかけたからねボーンってしてるんです。同じくいっぱいしたのに当たってない、嘘、なんでだろう。でもね、でも1、2、3、4ってなったよ今日も。そう、なんか同じ方に2、3回当たった今日も。うん、選抜そう、選挙未知に、未中にできるだけ入れよう、ありがとうマー君さん、ありがとろ。カズチンさん、お守りありがとうございます。ボーナスタイムが始まった、お今今村にました、ん七並べあったな、なんでだろうね、うん、リオさんありがとう、ムッシーさん、ペロヤンさん、ユウトさん、お守りありがとうございます。ショールーム選抜入りたいですか、入りたい、
外羽の写真見てめちゃくちゃ可愛かった。ありがとう、嬉しい。一並べ当てるのは諦めた。なんで諦めないでくださいよ。まあ確かにね、なんかね、当たる方と当たらない方、なんかあれだよね。なんでなんでしょう。未知のこと未知って表記するの好き。 あれよな、あゆみんの私の読み方がみっていう、なんだっけ、みとか。ストーチケン今村2丁目18番地。なんで19じゃないの。セリアさん、王子さん、カズチンさん、お守りありがとうございます。今みちのときめき、おおやすみちゅう、あら早み、教室なら結構やってた。あら、ゆうとさん、みわさん、オーディさん、お守りありがとうございます。モバイル、そうモバイルも有料なんだね。ってナウソンさん、そうす、モバイル票は今村さんに入れますね。ありがとうございます。船の名前覚えてた。本当？あゆみん、あゆみん、あゆみん、あゆみんがお二人いらっしゃる、すごい。今月頑張ってやってるのに一回も当たらない。本当？目覚める一言。せいちゃん推しです。あ、セイナさん、セリアさん、タニュリップスさん、ペロヤンさん、お守りありがとうございます。目覚める一言ね、目覚める一言。山下美月さん、ありがとう、ぜひフォローお願いします。目覚める一言、今日雰囲気違う気がするね。なんかね、でもいつもと一緒なんですよね割と。でも今日ね、目覚める一言難しいね。今日ね、おにぎり1個しか食べてない。自分でびっくり。ダイエットとかじゃないんですよ。でもなんかね、食べれると思ってたら食べれなくてね、時間的にやばみ、お腹すいたもん。でもなんか今はもうお腹をすいたを通り越してさ、なんかお腹すいてないやつになって、ご飯食べてね、食べたい。ホットケーキ、テレビ、ロール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 、テレビピピピ、わーい。そう、通り越すとね、なんかね、逆にね、気持ち悪くなってくるね。昨日は食べた。昨日食べました。フロリダ。ヤドンはどこどん、一緒に遊ぶ、キャワイイ。チーズタッカルビいいですね、おいしそう。ナービレッジ、ビューティフルムーン、
かまぼこみたいな。ありゃ、温泉行くので離脱していいですか。温泉いいね。やだ、あかりちゃんにあげれば。やだよ、私が取ったの。愛が深みやけん。花粉そうかな。精進さん、ゆうちゃん、お守りありがとうございます。ヤドンかけるみちが無限に好き。ほんとヤドンが一押し、みちに欲しい。うん、スーパードライ、辛いやつ食べたい。温泉いいのね。家にはカビゴン、いいね。隣人さんと仲良くなれたみたい。そう、いえ。カズチンさん、お守りありがとうございます。かりちゃん STU に2人いる。そうだね、ショールーム全部足りたかったらそれなりのことはしようか。それなりのこと勉強してまた戻ってくる。うん、今日はねすごい、そうなんですよね。マガーナチハちゃん、こんばんは。オノレットさん、お守りありがとうございます。ねえ聞いて、広島の辛いお店教えて。マサラさんとか、汁なし担々麺、手振って。今日もかわいい、ありがとう。ヨルルさん、あら今村、村民なん村民、一発ギャグ。それなりのこと一発ギャグですか。今日前髪がしっかりしてる。あら本当、確かにここかすかな分け目。こんばんは、マサラ聞いたことある。そう、目標順位達成できたら100曲カラオケ歌ってほしい。100曲本当に、ちょいちょい歌挟んで。100曲もねえ。こんばんは、ありがとう。どうしよう、カラオケ配信したいですね。でもなんかね、確定したね、お休みをね、わかんないんですよね。確定されてるお休みがいつなのかわかんなくて。そうなんですよ。面白い、そうね。チャーミーさん、お守りありがとうございます。そう、最近本当に綺麗に、毛先青っぽい。確かに切った時も紫って言われた。お休み、そうあるんです、ある、うん、あるんですけど、確定されてなんかね、ちょっと言ってみます。お休みはあるんですよ、ちゃんとね。電気ネズミポケモンかわいい。かけるさん、お守りありがとう。めっちゃ小さいよ、声かわいい、ほんと嬉しい。そう、明日はね、あのね、虹色瀬トリップにね出るんですよ、今村。めっちゃ楽しかったです。そう、明日がお休み。おーいいですね。あのね、だからね、あの虹色瀬トリップで山口に行かせていただいたんですけど、そう、あのね、あいいのかな、ツイートして、あの STU メンバーでツイートしていいかな。ちょっとね、あのね、なんか写真映えチックなねところがいっぱいいっぱいでね、なんか今回のね、あのロケはね、いっぱいね写真を撮ってくださいってね言ったんでね、写真が盛りだくさんです。だからね、あのそう、虹色瀬トリップ見れないよっていう方は、
私が送りますね、いっぱい写真。ツイートしたい。今していいかな、ちょっとしていいですかって言ってみますね。していいですかって、これでいいですよってきたらツイートするね。本当にね。あ、でも写真とか、写真はまだ載せない方がいいのかな、ネタバレになっちゃうのかな。村田よりにたくさん送って、ツイート、ロケ先のツイッターアカウント、そうなんですよ、ツイートしてくださってたもん。あのね、本当に大好きに、あのね、めっちゃね、いい感じに撮れた画像があるんですよ。早くね、載せたい、本当に早くツイートしたい。明日はゆうちゃん、お守りありがとうございます。バイト休憩、お疲れ、頑張れ。なんだっけ、明日はね、あのね、あのお天気お姉さんじゃないと思う、私。星集め、ありがとうございます。星集めて50回コメントしてください。モザイクかけたら、それさ、載せる、でも前の星に似てる、誰、サイズの合ってないゲタが可愛かった。なんで知ってるの、もうすごい。お疲れ様。カズチンさん、お守りありがとうございます。勉強ね。ミヨンさんからメール届いた、星全部投げちゃった、ありがとう。今日の村でより千穂ちゃんとのメールのシンクロ率、そうね、確かに。ピノヒロさん、お守りありがとうございます。リツイートする、本当、広めてくれ。いいよだって、いいよだって。じゃあちょっと写真、載せる写真を厳選しますね。ねるちゃん、お守りありがとうございます。ヨルルさん、お守りありがとうございます。早く乗せたかった、本当に。早く乗せたい。じゃあ送っていいのかな、あ、もう送れないや。2回ぐらい、3回ぐらいに分けてさ、乗せないとさ、あの乗せれないぐらいの量を撮ったんですけど、写真。嬉しい。福田パンさん、アキラさん、お守りありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい、どうしようどうしよう、わー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 、やったやった。ちょっと楽しみにしてて、ちょっとね、これ本当にね、早く見せたかった、本当に。父
ちとまっちくり。え、今つぶやいてほしいですか、皆さんどうです。どうでしょう。ポイント3枚。うん、そうですね、今がいい、今がいい、後でもいい、今がいい。あ、そうなんだ、王子のベイさん、そうなんです。あー、いいですね。うん、早くツイートしたかった。大好きな人とのチャ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 。え、本当に4枚じゃ収まりきらない、どうしよう。テテ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 、どうしよう。どうしよう。でも全身、全身写ってるやつの方がいいですよね。タレザーさん、お、守りありがとうございます。フォローしてありがとうございます。フォロー、いいこと思いついた。じゃあちょっと今日と明日に分けて、あのなんだっけ、ツイートしますね。写真アプリでまとめる人もおる、そう、わかる。でもね、これはね、1枚にしたい。配信書きって、ちょっと待って、今すぐ送ります。あのマネージャーさんに。いやー、本当にいい写真ばっかりなんです。うん、いや、今日両方ツイートしようかな。あのね、いい感じのね、ちょっと楽しみにしといてください。ごめんね、ありがとう。抜けてファロー早く見たい。うん、カメラロールのスクショ、カメラロールのスクショ、あー、いい感じですね、いい感じ。星投げできん、あら、今日はよう止まる。本当ですか。なんか泊まるって言っていらっしゃる方が多い。バイト終わった、お疲れ様。切る気ないな。じゃあちょっと、切りましょうかしら。ツイート、ショールームのルール知らないの。コメントあれですよね、時間が経ったらまた50ポイント。ありがとう。じゃあ、すぐつぶやいてくるので、皆さんこのルームでしばしお待ちをしといていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。それでは今の壇上を読んでいきたいと思います。またすぐ配信始めますので、あ、ちょっと待って、
明日の方がいいかもって言われた。すぐ戻ってきて、戻ってきます。でもすぐ戻ってきたらあれだ、繋がったままなんですよね、いつも。戻ってきます。なんかね、15分ぐらいならね、さっきやめたやつでもね、途中からになったりするんですよね。はい、ツイッターと連携しないと星投げてもポイントになる。そう、一番最初にお伝えしたんですが、すみません。ありがとうございます。はい。また15分後に。じゃあ15分休憩。学校みたい。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位、 MH4 さん。あ、45分から再開にしますね。だったらその間七並べしますね。はい。12位、タニュリップスさん。11位、ソウさん。お、ブオーが止まった。10位、福田パンさん。9位、セリアさん。8位、ソリオさん。あ、こっちでいい、こっちでいいですか。7位、タレゾウさん。ありがとうございます。皆さん。6位、イシケンマシンさん。ありがとうございます。5位、スーさんさん。ピロパーン、ピロパーン。ピロピロピロパーン。ありがとうございます。4位、ダムドーさん。じゃあこれしたっけな。ありがとうございます。3位、ホタテサマーさん。口のこれがいい、うまくなってきた。ありがとうございます。2位、心のオアシスさん。ありがとうございます。そして1位はチャーミーさん。ありがとうございました。それでは45分にまたぜひ来てください。一回配信をお止めします。お止め。またぜひ15分後にお会いしてください。ぜひ。ごめんなさい、ありがとう。あの15分の間、今25分だけど、七並べするので。あ、でも星集めか。確かに星集めてくる。ありがとう、ありがとうございます。それではまた後でお会いしましょう。ありがとう、来てね。45分に配信枠入れときます。バイバイ、ありがとうございました。また後で。Thank you。 バイバイ、ありがとうございました。